ります。材料はこちらです。では早速作っていきます。今日はとにかく簡単なのでどんどん作っていきましょう。まず 4L の、シチューパンに材料を全部入れていきます。あさり、人参、サイコロサイムの目切りにしてください。でじゃがいも同じです。でマッシュルーム、ナイスです。でベーコン、3枚とかそれぐらいの分量なんですけど、ブロックの場合は大きく切っていると美味しく作れます。で玉ねぎ、スライスしてください。全部を混ぜたら、ここに調味料、材料を入れていきます。で、まずは牛乳200、生クリーム200、浄水が400、小さじ4です。で、白だしが大さじ2です。であとは塩コショウは好みです。全体的に混ぜます。でインダクションレンジ蓋をしまして、インダクションレンジ6でスタートです。はい、途中でこう沸騰してきて、こう蓋がくるくる回るぐらい沸騰してきましたら、おお、いい感じで回るね。インダクションレンジを2にして15分です。はい、いきましたので開けます。感じなので器に入れてきます。はい、では盛り付けていきます。